根津東町歌舞伎は長野県東美市に伝承されている地芝居である。長野県東美市、根津地区には文化年間に建築された二つの歌舞伎舞台が現存している。その一つである東町の歌舞伎舞台に関営4四年目の踊り大将入り木箱が残されていることから、それ以前よりこの地で地歌舞伎が演じられていたと考えられる。安政三年から明治年間の台本も、 数多く残されている。根津地域に歌舞伎が根付いた背景として、江戸幕府の旗本である旧正家の領地であり、周辺の農村により、江戸町文化を色濃く吸収したのではないかと言われている。根津日吉神社法持つ子に保存されている歌舞伎上演に関わる記録文書の中には、明治、大正期の芝居工業願いや許可申請書の一部が残されており、 生活が困窮する中でも地元住民が資金を出し合って工業を行った様子が伺える。第二次世界大戦の頃には舞台の破損が深刻化し役者を務める男性が徴兵されるなどの事情もあって上演が中断した。後に芝居文化を守ろうという区民の努力により歌舞伎舞台の修復と保存会の復活が決定し、1988年に コケラ落とし公演、キャラ仙台萩の上演が行われた。以降、毎年継続して上演が行われている。歌舞伎舞台の保存と地歌舞伎の継承を通して、郷土文化の創造と発展を期することを目的に、設立された東町歌舞伎保存会は、1996年には、遠見市の無形民族文化財に指定された。東町区民全戸が保存会の会員であり、 毎年4月29日には定期公演を開催している。1996年9月21日22日には、東部町発足40周年の記念企画として、全国地、芝居サミットイン、東部が開催され、東町歌舞伎舞台を主会場として、女歌舞伎、キャラ仙台萩を上演した。2017年には、東町舞台建築200年記念公演を、 開催するととともに、東町区、東町歌舞伎保存会による舞台建築200周年記念し、根津東町歌舞伎の歩みが発行されている。根津東町歌舞伎舞台、根津日吉神社の境内に現存する歌舞伎舞台。文化14年頃に建立され、1990年に県の有形民族文化財に指定されている。切妻り木造平屋建てで、中心には、 奈落部分があり、辛抱に交差した腕木を押し回して回転させる仕組みになっている。周り部隊の装置や、円剣用の窓など、農村歌舞伎の発達史上からも貴重な部隊である。佐治奇跡の前方は、なだらかな形状の芝生が広がり、奥は階段状に構築され、スタンド式になっている。部隊に向かって、こう描く扇形になっており、 見る人本位に自撮りされた歌舞伎舞台といえる。地域文化の継承と歌舞伎の担い手を育成すべく、根津東町歌舞伎保存会と東道立、根津小学校が連携し、1998年に発足した。4年生以上の有志児童が所属し、公民館の祭りや校内発表を経て、集大成として根津東町歌舞伎で講演を行う。 6年生は小学校卒業後の4月に行われる歌舞伎公演で引退する。指導には保存会役員と教員が協力したあたり、更新の育成に努めている。クラブ設立のきっかけは、東町歌舞伎を見た根津小学校の校長や教員が、こんな素晴らしい舞台で子供たちも歌舞伎ができないだろうかと考えたことによる。顧問教諭が保存会に指導と育成を打診し、 その熱心さに心を打たれた保存会役員が指導役を引き受けた。クラブ発足初年度は10人の児童が加入し、第1回公演、肝心調を上演した。なお、台本は子供たちが演じやすいように一部手直し、している。設立当初は予算がなかったため衣装などは手作りで、背景も段ボールに絵を描いた簡素なものであった。現在は衣装やカツラに加えて、 小道具や背景膜なども立派に整えられている。2018年までに上演された演目は、肝心町土蜘蛛大治、キャラ仙台萩、吉常千本桜、白波五人男、中心蔵である。2014年には、長野市の北斗文化ホールでの大舞台公演を行った。2013年、根津東町歌舞伎の上演に合わせて、しばらく生産中止となっていたため、 幻のせんべいと呼ばれるようになっていた、ネズせんべいが復活し、反復された。ありがとうございます。